そうだったんですか。あの魔物の穴を封印するために。そうなのだ。自分たちだけでは心細いと、そこの鬼っ子に頼まれて。嘘つけ、来たがったくせに。そうだったかな。コンニャトーレといえば麺料理ですよね、旦那。コンニャトーレの川の水を使うとコシのある美味しい麺になるんですよね。つるーり、このスープ美味しそう。何これ。うお、なんか降ってきました。崖の上から。お野菜だね。マスターの目の色が変わってる。コマの落とす食材とも違うみたいね。ヒロト君、ちょっと待って。ん、この声、崖の上から聞こえてきたような。ほぐれたし、鬼っ子、従者殿、行くぞ。私たちも戦います。ありがとう。無理しないでね。
崩れよ。残りは荷車を守るぞ。了解、任せといて。キナちゃん、行くわよ。本当に離れしてる。手だれなんだ。あの冒険者の皆さん、野菜のお代は結構ですから、よかったら大間の里まで護衛してくれませんか。目的地は一緒かい。え、そうなんですか。私たちの目的地も大間の里なんです。そういうこと。お礼はいいから一緒にコマをやっつけて。みんなで荷物を守りましょう。
これがビタミンパワーだよ。いくよ。野菜落とさないかな。やっ、エゴラすごいかな。派手に暴れちゃってる感じでさ、すぐにこそ殲滅します。私にお任せください。やれる？もちろんです、ニゴラ様のために。そっかそっか、じゃあ期待してる。頑張れ。手伝ってくれるわけじゃないんですね。するのかい？そのつもりだったんですけど、ちょっと事情が変わってしまって。私の大事な人っていうか恩人さんのために集めてきたんです。恩人？Thank you.
マスター殿に世界をつかませてやろう。